ホライゾン、ゼロドーンはソニー参加のゲリラゲームズが開発したゲームソフト。人類の文明が崩壊し、原始的な狩猟、採集をする生活をする人類と動物を模した機械生命体が活歩する世界を物体としたオープンワールド型のアクション RPG。2017年3月2日にプレイステーション4用ゲームソフトとして、 ソニーインタラクティブエンタテインメントより発売された。2020年8月7日には PC 版が Steam よびエピックゲームズストアで配信開始。プレイヤーは主人公の女性、アーロイとなり、ハンターとして機械生命体を借り、自身の出生の秘密や、この世界の真実に迫る。アーロイは機械をオーバーライドすることで、機械に乗って移動したり、共に戦うことが可能となる。 開発はゲリラゲームズ社が行い完成までに6年を要した対策。PlayStation 4 Pro または PlayStation 5ならば 4K 画質でプレイ可能。ディスク版としては通常版の他に初回限定版も発売された。限定版にはアートブック PS4 用のオリジナルテーマとゲーム内で使用できるアイテム3種類が同梱された。 プレイステーションストアでのダウンロード販売も行われ、こちらでの限定版はデジタル初回限定版となった。日本ゲーム大賞のフューチャー部門受賞。世界累計での売り上げ本数は760万本に達し、ゲリラゲームズのゲームとしては最も売れたゲームとなった。2019年3月に1000万本に達したことが公表された。2017年11月7日、 拡張コンテンツ、ホライゾン、ゼロドーム、イてついた大地がリリースされた。その後、通常のコンテンツに加えて、イてついた大地も最初から収められた、コンプリートエディションが販売されるようになった。2019年以降は、コンプリートエディションのディスクが廉価版の、プレイステーションヒッツシリーズとして販売されている。PC 版は2020年8月7日にスティーム及び、 エピックゲームズストアで配信開始された。ただし PS4 版のホライゾンゼロドーンが動作が非常に安定していてプレイヤーにとって快適であったのに比べてこの PC 版は多数の不具合が残されたまま配信開始されてしまい特に最初の頃は画面内に点滅部分が生じプレイヤーを相当に不快にさせたり最初からクラッシュして ゲームを開始することすらできないプレイヤーもいたなど、数々の深刻な不具合があり、その結果、この PC 版については、高評価する人と酷評する人に分かれた。その後、プレイヤーらから報告される不具合情報をもとに、小刻みに作成、配信される修正版によって、それらの不具合は少しずつ解消されることになった。ゲリラゲームズ社は2021年1月19日、 続編にあたる Horizon Forbidden West の開発作業を最優先にして集中するために第一作であるこの Horizon Zero Dawn の修正パッチに関しては配信するペースを落とすと発表した。新型コロナウイルス感染症に関する支援の施策、PlayAT ホームにより2021年4月20日から5月15日に PS4 版のコンプリートエディションが無料配信された。 2021年には続編の Horizon Forbid West の PS5 版及び PS4 版が同日発売予定。文明が崩壊した未来。かつての文明を失った人類は動物の姿をした自立型の機械がカ歩する世界で狩猟、採集を中心とした原始的な生活をし、宗教はシャーマニズムや 太陽信仰などの原始的なレベルへと交代した。ヨーフロストに育てられる主人公、アーロイは、野良族の土地で生活しながらも出生にまつわる謎のせいで異端者と位置づけられ、部族の大人からは忌み嫌われ、同世代の子供たちからもいじめられる生活を強いられていた。幼いアーロイは自分を苦しめる原因になっている自身の出自の謎を探ろうと思い立ち、 それを可能にしてくれる機会につながるであろう。野良族の義勇兵になるのに必要な通過儀礼に将来挑むことを決意。アーロイの辛い気持ちを理解してくれたヨーフロスとはっかりや戦闘技術の訓練を施し、気づけば試練を受けられる青年女性へと成長している。試練を受け無事合格し、挑戦者の願いを大長老が叶えてくれるしきたりになっている。 最高成績で合格するも、直後に、謎の集団からの襲撃を受け、ヨーフロストは、アーロイを守って殺されてしまう。大長老ティルサが、聖地、大いなる母の機械の扉の前に、赤子のアーロイが置かれていたことを明かし、内部へ案内するが、アルファレジストリの破損のアナウンスが聞こえるだけで、扉は開かない。大長老は、アーロイを、野良族の閉ざされた土地の外に出ることが許される。 天命の使者に任命。アーロイは襲撃者の正体を探るため、また自身の出生の謎を明らかにするため、野良族の地を旅立つ。手がかりを求めて、カージャ族の首都メデリ,リアンにたどり着いた。アーロイは、首都爆破計画を阻止するなどの活躍によって、カージャ族の王アバードや、オセラム族のエレンドの信頼を得ていく。やがて襲撃者の正体が、カージャ族から分離した。 シャドーカージャによって構成されたカルト集団、エクリプスと、狩猟エリスであることを突き止める。エクリプスを追跡する中で、各地の遺跡をめぐり、過去の歴史が紐解かれていく。旧文明の時代から約1000年が経過していること。その頃に存在した、多国籍企業、ファローオートソリューションが生み出した自律型、完全自動兵器、スワームが異常をきたし、世界を蹂躙し始めたこと。 それを阻止することがもはや不可能であったため、天才女性科学者、エリザベト・ソベックがやむを得ず、スワームが人類を滅亡させ機能停止した後に、地球上に再び人類と文明を再生させるための計画、プロジェクト、ゼロドーンを立案したこと。そのために開発された AI、ガイアの存在とエクリプスを操っているのは、 ガイアの副次機能の一つの、ハデスがガイアに背き暴走状態になったものである、ことを知る。謎の男サイレンスの協力を得て、アルファレジストリの正常なデータを入手した、アーロイは、ガイアと接触することに成功する。ハデスの目的は、テラフォーミングシステムを支配し地球上の生命をすべて、消し去ること。そしてアーロイはついに自身の出自の謎にたどり着き、 暴走するハデスを止めるために、ガイアが生み出した、エリザベトのクローンが自分だと知る。ハデスは、世界中に眠る、旧文明の兵器を目覚めさせるため、カージャの領地にあるデータ送信装置である、導きの塔を襲撃。アーロイは、ハデスの行動を阻止すべく、旅の中で出会った仲間たちの協力を得て、導きの塔が立つ広場へ向かい、死闘の末ハデスを倒し世界に平和を戻した。 その後、各地を旅して、古の時代に、エリザベトの自宅とその庭であったであろう場所にたどり着き、エリザベトの遺体を見つける。過去のガイアとエリザベトの会話データから、愛の大切さを理解した、エリザベトだからこそ、ガイア計画を立案し、他者のため未来の人類のために、自分の命を捧げることも躊躇しなかったのだと知る。場面は変わり、知識欲に駆られたサイレンスは、 知識の探求を続けるために、ハデスを密かに回収。暴走の原因であるコマンドを送った者の正体を探るため、イニシエの遺跡の前に立っていた。オープンワールド型で、クエストを攻略して、ストーリーを進める。登場する機械獣の一部はオーバーライドすることで味方にでき、一部の機械は起乗して、乗り物として使える。プレイヤーは、アーロイを操作し、槍や、 弓矢などの武器を使って、機械や敵対する人間と戦う。クエストのクリアなどで経験値を獲得し、レベルアップすると、アーロイの HP が上昇する。獲得したスキルポイントを割り振ることでバトルなどに役立つスキルを習得していく。武器や防具を商人などから入手したり、スロットに改造アイテムを装着して強化することが可能。アーロイが装着している。 旧時代の小型 HUD 装置を使い、R3 ボタンで周囲の情報をスキャンして、機械の弱点や足跡、クエストの進行に必要な人の痕跡などを読み取ることができる。フィールドに落ちている旧時代の記録端末などに残されたテキストや音声データをスキャンすることも可能で、世界崩壊前の状況を断片的に知ることができる。 また世界復興後に作られた書物なども便宜的にフォーカススキャンで調べるようになっている。これらはデータポイントとしてメニューに記録され世界観を理解する上で重要な要素となっている。オプションボタンで選択できる項目の一つにフォトモードも用意されている。静止した状態でカメラの位置や角度、焦点などまさにカメラのような様々な調整を施せる。 シェアボタンによるスクリーンショットを撮ることに特化したモードであり、アップデートによりこのモード中にアーロイにポーズを撮らせられるようになった。逆に純粋な風景写真を残すためにアーロイを消すことも可能。アメリカ合衆国のコロラド州、ユタ州にまたがる地域を舞台とし、現実の都市、デンバーやコロラドスプリングスなどが廃墟となって登場する。 ただし徒歩で探索できる程度に大幅にスケールが縮小されており、世界滅亡までに作られた架空の建造物が登場するなどフィクションの要素も大きい。DLC、いてついた大地はワイオミング州などにあるグランドティトン国立公園、イエローストーン国立公園が舞台になっているが、実際の位置よりもかなり南に移動され、本編のマップから徒歩で行けるようになっている。 動物や昆虫、恐竜などの外観をしたマシーン。様々な種類があり、広大な大自然の中で本物の動物のように存在している。その破片はシャードと呼ばれ、矢の素材として使われる他に資源として通貨のように扱われる。制作陣や関係スタッフの名を表示するエンドロールは、導きの塔の広場での決戦後、エリザベトの遺体発見の場面の後に、 自動的に流れ始める。エンドロールは30分ほども続き、オランダのゲリラゲームズ社の制作人だけでも膨大な数だが、世界各国のローカライズ、翻訳担当、声優、宣伝担当なども合わせて、総計1000名以上にも及ぶ名前が表示される。本記事では紹介しきれないので、ゲリラゲームズ社の中心的な数名程度の紹介に留める。なお、 本作の開発、制作には文化人類学者もアドバイザーとして参加している。公式のサウンドトラック CD が販売されている。ありがとうございます。